左からジョーンズ、マリリン・モンロー、ケン・マレー。1952年スパイク・ジョーンズはアメリカの音楽家でコメディアン。ジョーダン音楽の王様と呼ばれた。本名リンドリー・アームストロング・ジョーンズとしてカリフォルニア州ロングビーチに生まれる。父は鉄道会社勤務。スパイクというあだ名は彼が鉄道のレール固定用の犬釘のように痩せていたことに由来する。 11歳の時初めてドラムセット一式を手に入れ、自ら結成したバンドで演奏。鉄道レストランの料理人からは、食器や調理器具を楽器として使うことを学んだ。この時の経験は、後年のウィリアム・テルジョ曲に活かされている。1930年代に、ビクター・ヤング楽団の一員となり、アル・ジョルソンやジョージ・バーンズ、ビング・クロスビーのラジオ番組に出演。 数本の映画に出演した後、シティスリッカーズを結成。1943年、ディズニーの反ナチプロパガンダアニメ、相当の顔に提供した、デア・フューアラー・エス・フェイスがシングルとしてリリースされ、全米第2位を記録。1942年から1949年までに7曲のトップ10ヒットを送り出した。彼の音楽は、 日本のフランキー酒井とシティスリッカーズや花はじめとクレイジーキャッツに大きな影響を与えた。廃棄種のためカリフォルニア州ビバリーヒルズで死去。ありがとうございます。